どうも、中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。ウーバーイーツのねバイトをしようと思っていたらですね、そんな矢先に中日スポーツさんの記事にこんなことが書いてありました。育成の板山選手がですね支配下登録です。今季2軍で打率は2割8分6厘、捕手以外の内野の全ポジションを守れる。板山選手支配下登録おめでとうございます。まあ確かにね、板山選手はですね今季2軍で結果を残していましたからね。はい、まあ板山選手はですね、まあ、阪神からですね育成枠で中日ドラゴンズに移籍をしてきたんですよね。まあ、2016年にドラフト6位で阪神に入って、昨年は阪神で8年間で1軍で137試合に出場をして2割0分5厘、1本塁打の成績を残したそうです。まあね、ドラゴンズに来てから2軍ではですね打ちに打ちまくって、今回ね、まあ、支配下登録を勝ち取ったっていう形になりますね。まあね、ウエスタンリーグではですね、まあ、外野を守って、あとは1塁2塁3塁も守っているそうです。で、2軍での通算成績はですね今季22試合に出場して打率2割8分6厘、1本塁打6打点、まあ打撃で成績を残しましたね。板山選手の活躍をね、まあ、期待したいですね。じゃあなぜ板山選手がね、まあ、支配下登録したかっていうと、まあちょっとあまり言いたくないんですが、高橋周平選手が思ったよりも怪我の具合が良くないのかなって思ってしまいましたね。まあ、こういう事情がないとね、板山選手をね支配下登録する理由ってないと私は思っているんですよね。はい、だからまあ一軍でね、板山選手のバッティング守備にね期待をしたいですよね。そして支配下登録はこれで68、あとね支配下登録できる選手が2人となりました。それでまあ私ね、ここからもっと言いたいことがありまして、投手の補強はしなくていいのってことなんですよね。やはりですね、5月4日の試合で柳選手が打たれて、で最近だったらもう涌井選手もめった打ち、大野雄大選手もめった打ち、メヒア選手もゲームを作ることができなかったっていうね、投手陣がガタガタになっているんですよね。だからまあ私が予想したのは、まあ、ここ数日間で、ね、松木平選手、もしくはですね岩崎選手で、もしくはですね、今から、まあ、新外国人選手の投手をね、まあ、獲得するために調査が入るのかなと思っていた矢先、板山選手の支配下登録なんですよね。これ、板山選手は何も悪くありません。だって2軍で結果を残したからね。でもよ、投手優先じゃね？支配下登録すんのっていうのが、正直私の気持ち。で、67、まだ支配下登録67、板山選手が支配下登録になる前のこの3つ、ね、残り3つの支配下登録は正直言うと、松木平選手、岩崎選手、新外国人選手のピッチャー、この3人をね、私、補強すると思っていました。まあ、野手に関してはね、もう十分に補強はできていると思うから、あと野手に関してはね、もう出てくるだけだと思うんですよね。育成をしている選手がね、2軍で、そう、これを、待つしかない、戦力になるのを待つしかないとずっと思っていたんですよ。だからこの3つはね、絶対にピッチャーで使った方がいいと思っていましたし、ピッチャーで使うだろうって私確信をしていました。自信がありました。そんな中、板山選手が支配下登録になって、いやちょっとまずピッチャーから補強しないと夏場乗り切れないんじゃないのかねっていうのがね、正直これ私の意見なんですよね。まあ、板山選手を支配下登録って言って、板山選手にはね何の罪はないんですよ。これ何度も言います、板山選手は絶対に悪くはありません。でも私が思うには、板山選手を支配下登録する前に松木平くんか岩崎くんを先に
支配下登録してほしかったですね。はい。で、松木浦くんを支配下登録にしてすぐもう一軍ローテで、ま、最低1試合はまず投げ出す、1試合投げ出す。で、岩崎選手も今すぐもう支配下登録に上げてすぐもう一軍に合流してリリーフで投げ出す、これぐらいのね、スピード感を持って松木平選手と岩崎選手をね、本当は支配下登録してほしいです。はい、本当はね。いや、いいのかな、板山選手で。まあ、板山選手は悪くないよ。でもなんか、補強の仕方が、あれ?なんかずれてる気がしちゃうんすよね、私は。皆さんそんなことないですか?まずどうしても、ピッチャーから緊急補強って感じがするんですよね。だって、ロドリゲス選手と小田選手をもうね、支配下登録してますからね。で、小田選手はまあ、なんとかダイソーとして使っていて、ロドリゲス選手に関してはもう2軍ですからね。なんか言葉がうまく出てこないですね、私は。まあでもまず板山選手には打ちまくって、あとの2枚は投手陣を補強をしてほしいというのがまあ私の願いですね。はい。いやでもな、もう明日には松木平くんを支配下登録した方がいいし、明日にはもう岩崎くんと、明日も岩崎くんと松木平選手を支配下登録もして70にした方がいいんじゃないのかなと思いますよね。こうなってくるとね、なんか残りも2個しかね、枠がなかったらさ、新外国人選手を取るっていうつもりないのかなって思いましたね。先発ができる新外国人投手ね。うん。まあ、それか、トレードかな。野手を金銭で、一人もしく二人を出して、枠を開けて、新外国人選手のピッチャーを取るとか、考えてんのかな。ここで、板山選手かって思ってしまいましたね。もう一回言います。板山選手は悪くない。だって2軍で成績を残していますからね。はい。だから板山選手もね、また同じく阪神から来た山本選手のようにね、大活躍をするかもしれませんからね。いや、ピッチャーどうするんだろうな、ピッチャーの補強。私は、まあ、板山選手の補強よりも、ピッチャーの補強の方が、まあ、最優先だと思うんですけど、皆さんどうですかね?コメント欄にコメントください。